ボートレース常滑ボートレースチケットショップ名古屋開設18周年記念競争シリーズ最終日、いよいよ頂上決戦第12レース優勝戦です。対戦メンバー1号艇澤田直也、2号艇井上忠正、3号艇山崎軍、4号艇萩原秀人、5号艇森田俊介、6号艇秋山直行以上のメンバーです。本番もコース取り動きはありません。1号艇澤田直也の陰線、ここまでオール2連体安定した強さを見せてきました。これで4節連続優勝、今度こその優勝なるか。2コース2号艇の井上忠正、先月から今月と3連続優勝を成し遂げました。ルーキー世代同士内枠両者で火花を散らします。3コース3号艇の山崎軍、これで5節連続優勝と絶好調、先月の戸田以来の優勝なるか。4コース角4号艇の萩原秀人、5月の三国ゴールデンウィークレース以来の優勝なるか。5コース5号艇の森田俊介、前節琵琶湖の優勝戦は悔しい結果でしたが、今こそリベンジの時です。サイアート6コース6号艇秋山直行、1月の戸田での準パーフェクト V 以来の優勝なるか。枠なり3対3第12レース優勝戦、1番2番3番4番5番6番でスタートを切りました。1号艇の澤田、これは早いスタートがあったか。スタート判定中、スタート判定中、どうぞご注意ください。お知らせいたします。このレースは1号艇の澤田はフライング変換欠場、1号艇の澤田はフライング変換欠場です。1番に関する投票は発売額と同額で変換となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。繰り上がって先頭は2号艇の井上忠正、さあ内側から4号艇の萩原が2番手で回りますが、差しを入れて3号艇の山崎、2番手は3号艇の山崎が前を取りました。3番手は4号艇の萩原、2番3番4番レースは2周目耐えていきます。先頭2号艇の井上忠正は現在は5停止のリード、2周1マークトップで旋回、2番手は3号艇の山崎、3番手は4号艇の萩原、2番3番4番でバック直線コース。先頭2号艇の井上忠正、6停止7停止とリードを取っています。2番手は3号艇の山崎、3番手は4号艇の萩原、2番3番4番2周2マーク、2号艇の井上が先頭でクリア、2番手3号艇の山崎、3番手は4号艇の萩原、2番3番4番ジャンガナテレースは最終周回です。なおこのカードは1号艇の澤田直也フライング変換欠場、1番に関する投票は発売額と同額で変換となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。先頭は2号艇の井上忠正、2番手は3号艇の山崎、3番手は4号艇の萩原、2番3番4番で折り返しています。先頭2号艇の井上忠正、通算 V は12回目常滑初優勝に向かったという走り、ラストターンマークトップで旋回、2コースからきっちり自分のスタート、コンマ1台あたりのスタートを決めて、最後は V ゴールということになりそう。2番手は3号艇の山崎、3番手は4号艇の萩原、強豪揃いの優勝戦、頂点に立ちます。2号艇の井上忠正、優勝五輪、3番五輪、4番五輪、5番五輪、6番五輪、なお1番の澤田はフライング変換欠場となっております。